そういえば、SAO の時間軸に現実が追いついたらしいな。劇中でソードアートオンラインの正式サービスが開始されたのが2022年11月6日だからね。ほんま夢あるよな。実際のところ、実現できそうなんかな。まだまだ技術的なこと含めて課題が多いから、フルダイブの実現は早くても2030年とか2050年って言われてるね。でも実際に SAO みたいな仮想世界が実現したら、みんな引きこもってしまって人類が衰退しそうな気もするわ。間違いないね。さて、今日はそんな SAO の新作映画、ソードアートオンラインプログレッシブ、暗き夕闇のスケルツを見てきたから、早速レビューしていくよ。10月22日から公開されているんだけど、今回は入場者特典の小説狙いで、3週目に行ってきたんだ。最近のアニメ映画は特典が10週目くらいあったりするから、大ファンの人は大変よな。で、今作のストーリーなんだけど、一応前作からの続きではあるものの、2から3階層のボス戦はカットされていて、冒頭は4階層のボス戦から始まるんだ。原作3巻分くらいをバッサリカットしているらしく、がっかりしたってレビューも少し見かけたね。で、その4階層のボスはいわゆるシンプルな大型ボスで、戦闘も前作と同じような SAO らしい綺麗なエフェクトとソードスキルの SE で一気に SAO の世界に引き込んでくれるんだ。ただ実は思ったよりもテンションは上がらなくて、その理由がこのアニメを見るときに一番懸念していた展開のマンネリ。戦闘シーンに飽きたってこと？ SAO を単純に1階層ごとに描いていった場合、新しい階層に行って巨大ボスをみんなで倒すという同じような戦闘の繰り返しばかりになってしまうんだ。敵のタイプはいろいろ考えられているとはいえ、やっぱり MMORPG らしく大人数で囲んで役割分担をして倒すというスタイルは変わらないため、絵面的に飽きを感じやすいんだよ。特に SAO のプレイヤーってステータス的には強くなっても戦い方や技がどんどん進化していくわけじゃないからね。キリトが二刀流スキルを初披露するのが74階層やから、実質それまではずっと片手剣による同じようなバトルシーンが続くわけか。だから冒頭のボスも HP が減ったら行動パターンが変わるというおなじみの展開はあったものの、特に目新しさはなくて、よく言えば安定した SAO の戦闘シーンであり、悪く言えば見慣れすぎた光景なんだ。そして後半もこんな感じで、似たり寄ったりのボス戦だとさすがに飽きるなぁと思っていたんだけど、後半にある5階層のボス戦はゲームらしい攻略要素がふんだんに盛り込まれた戦闘シーンで、見ていて非常にワクワクさせてくれたんだ。前作と違って劇場版の大スクリーンで視聴したからってこともあるけど、視聴者もその場で一緒に戦っているような臨場感を味わえるカットやカメラワークが多くて、 BGM の盛り上げとともにかなりテンションが上がったよ。おそらく原作者やスタッフ側もキリトやアズナのバトルシーンの表現方法のマンネリには気づいていて、プレイヤーの戦闘シーンを大きく変えられないから、ボス側のギミックやゲームらしい攻略方法で戦闘表現を工夫したんだろうね。今回の映画はそんな戦闘シーンの工夫がうまくハマった作品だと思ったよ。ボス戦の魅力については後半に話すとして、まずは本作のストーリーの続きだね。4階層のボスはキリト、アスナ、アルノの3人と2つのギルドで協力して倒すんだ。ただ実はこの2つのギルドには問題があって、以前は攻略組として協力していたんだけど、1階層攻略時のディアベルの件以降、攻略方針の違いから仲が悪く、いつもいがみ合ってたんだ。そして次の5階層の攻略戦で片方のギルドを束ねるキバオウが抜け駆けをして勝手にボスを倒そうとするんだ。なんでや、なんでキバオウ班はいつもいらんことするんや。抜け駆けをする理由は、5階層のボスがドロップするアイテムがギルド全体にバフをかける、いわゆるぶっ壊れアイテムだったからなんだ。ただでさえ仲の悪いギルド同士なのに、片方のギルドだけが強力なアイテムを入手してしまうと、ギルド同士の力関係が崩れて、バフがないギルドは士気が下がり、今後の階層攻略にも支障が出てくるよね。そこでキリトたちは、キバウンを呼び出して話し合いをするんだ。あ、ちゃんと話し合いには来てくれるんやな。キバウンは一応ギルドのリーダーだし、今回の映画でも口や態度は悪いものの、根は善人というか、不器用なだけで SAO からの解放をちゃんと考えている、人間味のある人物として描かれているからね。話し合いでキバウンは抜け駆けを認め、キリトが懸念することも理解はしてくれたんだけど、作戦の中止はしてくれないんだ。そこで、キリトたちが先に少数精鋭で階層ボスを倒すことを提案し、キバウンはキリトたちの行動には特に口出ししないと約束をしてくれたんだ。自分も抜け駆けするから、その上からさらに抜け駆けで倒すことに対しても文句を言わんってことか。その辺はまあ男らしいやん。そんな感じで、キリトとアスナ含む少数精鋭部隊による5階層ボスの攻略が始まる。ただ、さすがに戦力が足りなさすぎたのか、1階層攻略後から連絡が取れなくなっていたミトを探し出し、アズナが協力を頼みに行くんだ。ただ、なぜかミトは協力してくれない。なんでや、ミトの心の弱さだね。ピンチになると、またアズナを見捨ててしまうかもしれない。
それを自覚しているからこそ、自分がアスナを見捨てたくないから協力できないと言うんだ。アスナを死なせたくないんなら協力したらええし、意味不明な気もするけど。意味不明なんだけど、この弱い人間の思考はすごく理解できるよ。見捨ててしまう自分が怖い、そんな自分になりたくないっていう保身も入っている点が逆にリアル感があるんだ。ただ、ミトは原作勢にはかなり嫌われているらしいよ。ミトというオリジナル要素のために、原作のシーンやエピソードがかなりカットされてるみたいだからね。でも、原作を知らない立場だと、とても魅力的なキャラに見えるんだ。一作目のレビュー動画でも話したけど、クズとか嫌なやつとかそういう基準の話ではなくて、友人を含めた死という恐怖に直面した人間の、率直な気持ちを前面に出したようなキャラだから、作中で一番 SAO の恐ろしさを表現してくれてると思うんだよ。他のメインキャラや主人公、ヒロインは死なへんことが確定してるからか、結構無茶な行動するもんな。テレビアニメ版のサチたちのように、プログレッシブにおけるデスゲームの恐怖を体現するキャラとして、ミトというオリキャラを作ったのだと思ったよ。前作でアスナと再会してわだかまりが解けたから、またミトの話かよ、という気持ちになるのもわからなくはないけど、ミト本人のトラウマが解決したわけじゃないからね。今回はミト自身が自ら行動して、トラウマに打ち勝つエピソードでもあるから、流れとしては割と自然なんだ。ただ、次回作でもまだ怖い、としつこく引っ張ったら、さすがに酷評するね。そしてアスナたちは、結局ミトの力を借りることができず、五階層のボスに挑むことになるんだ。で、冒頭で話した五階層ボスの続きなんだけど、今回のボスは手足と顔が分裂しているタイプで、MMORPG をプレイしたことがない人でも、普通の 3D アクションゲームやアクション RPG ではおなじみのタイプのボスだから、こういうボスおるおると、ゲームにハマっていた頃の童心をくすぐられるんだ。床の線を踏むと敵が攻撃してきて、その瞬間だけ弱点が露出するとか、ボスの弱点が遠すぎて攻撃が当たらないけど、遠距離攻撃ならダメージを与えられるとか、とにかくゲーム的な仕様が目立つ。遠すぎて攻撃当たらんボスとかおるな。まあ SAO の世界はファンタジーではなく、本当にゲーム内の世界だから、こういう演出こそ映えるんだよね。キャラクターそれぞれが自由に戦闘をするのではなく、タンクがしっかりと敵の攻撃を受け止め、その隙にバフをかけまくったアタッカーが攻撃するなど、SAO の戦闘はしっかりとゲーム内の戦闘をアニメで表現してくれている点が、とても魅力的なんだ。ゲームっぽい世界じゃなくて、実際にゲームの世界という設定をしっかりと活かしてるねんな。前作と比較した感じはどうなん？テレビアニメとほぼ同じストーリーの前作と比べたら、今作は物語も展開も新しいものだから、完全に新作と言える作品だね。ただ、テレビアニメと映画しか見てないライトユーザーの立場から見ると、新作とはいえ今回のストーリーは平凡すぎると感じたよ。やっぱり、キリトやアスナが中心のエピソードではなく、攻略チーム同士のいがみ合いを、キリトやアスナが仲裁をするだけのエピソードだからね。だから、なんというか、熱く盛り上がる決戦や大規模な攻略戦と言えるような内容じゃないから、この戦い自体がくだらなく感じてしまって、どうにも心にグッとこないんだ。確かに、テレビアニメやと中盤に2話くらい使って、さらっと消化されそうな内容にも見える。また、今作は SAO の魅力である、デスゲームの死についての描写や、恐怖演出が少なすぎるんだ。ないことはないけど、前作の方がその恐怖感はよく演出できていたね。本作にもそれなりにピンチはあるものの、HP ゲージが真っ赤になってハラハラするようなことはなくて、予定調和的に敵を倒して終わる感じ。唯一ミトのセリフや感情が、デスゲームの恐怖について語ってくれていた気がするよ。そして、アルゴの出番が少なすぎる。原作勢の感覚と違うと思うけど、アニメ勢としては、前作はミトというゲストキャラのエピソード、今回はアルゴがメインのエピソードが描かれるんだと思ってたんだ。キービジュアル的にもそんな感じやもんな。それが蓋を開けてみると、前述の通り、エピソードはキバウン班及びギルド同士のいざこざが主軸で、アルゴはただの情報屋というポジションで活躍するだけなんだ。キリトやアスナとのドラマや、心に訴えかけるエピソードはなく、もともと知り合いという状態から物語が始まるため、特に大きなイベントもない。だから、見終わった後の印象は、戦闘シーンは良かったけど、ストーリー的な部分の魅力はかなり弱かったという感じ。ただ、見終わった後の満足度は高かったから、普通に良作だとは思うよ。やっぱり、ストーリーがパッとしなくても、戦闘シーンの表現力だけでかなりカバーできているんだ。それに、今回の映画はオーディナルスケールのような単発の作品ではなく、前作から続く攻略途中のエピソードの一つに過ぎない。テレビアニメで言うところの、4から6話くらいに挿入するような雰囲気のお話だから、求める物語やハードル自体が、そもそも低いんだ。次回作はどうなるんやろうな。3作目になっても、単純に同じような階層攻略と巨大ボスというエピソードだと、さすがにマンネリを感じてしまうかもしれないね。11月にあったイベントでは、プログレッシブではなく、新しい映画も作られるとのことなので、今後も注目したいね。じゃあ今日はこの辺で終わります。最後までご視聴ありがとうございました。
よかったら皆さんの感想も聞かせてください。また見てな。あ、チャンネル登録とグッドボタンも頼むで。